いらっしゃいませ、こんにちは。アニメルチャンネルへようこそ。ゆっくりしていってくださいね。それでは、ゴサンリオソープとミニグラミパティオで購入した商品をご紹介していきたいと思います。今回ね、買った商品は少ないんですけども、まずはこちらサンリオショップですね。で購入したエンジョイアイドルシリーズのホンタブポケットのメルちゃんになります。これね、スマートフォンのケースの中に入れるねケースになっております。この中にねカードを入れるようになっていて、入れるサイズが 8.9×6.4 以下のねカードが入れれるようになっています。でスマートフォンケースの中に入れてスマートフォンをね入れると完成です。いちご新聞のトレーディングカード入れてみました。めちゃめちゃね可愛くなったよね。これねビニール製でできてて、中にはねちょっと硬めのプラスチックのね板が入ってるので折れないようになっています。でこれ使ってないスマホケースなんだけど、こういうね透明なやつを使って中にね入れて、このスマホのね充電器挿すところにキーホルダー入れるところがあるので出すと完成です。簡単だよね、可愛くなったよね。で下にねキーホルダーとかつければめちゃめちゃ可愛くできます。スマイル300ポイントで1枚もらえるカードをね3枚もらってきました。トレーディングカード第2弾になります。9月10日からね第2弾が始まって、第2弾にはミルちゃんがいるのでね当たればいいなと思います。では開封します。まずはじゃん、お梅屋雑貨店ですね、カードが出ました。はい、2枚目はかな、はい、ぐでたまですね、かわいいね。よし、最後は誰だ、メルちゃん来るかな。はい、おー、ヨシキティですね、出ました。メルちゃんは寝れなかったけど3人ね、来てくれました。ミニグルミパティオで購入した商品です。メルちゃんのね新しいぬいぐるみになります。配達員ワンピースですね、めっちゃかわいい、ピンク色がねよく似合っています。メルちゃん配達員のぬいぐるみになります。すごくねかわいいよね、手触りがすごくむにゅむにゅっとしてて気持ちいいです。でねこれ見て、タグがねこんな感じ、お手紙みたいになってるのがすごいね可愛いよね。開けるとねこうやってメッセージも書けるようになっています。可愛いねスタンプもついてるね。でねお洋服はこんな感じでサテンでできてるんだけど、ピンクがよく似合っています。お手手にはねお手紙を持ってる配達員のメルちゃんだね。可愛い、尻尾もすごくモフモフです。
これはね、一回りちっちゃいメルちゃんのマスコットですね。上にはね、このようにボールチェーンがついています。かわいいね。この、横の毛がファってなってるのが何とも言えない感じだよね。でね、ぬいぐるみと一緒で、こちらもね、タグがレターになってるの、かわいいよね。ちょっとメッセージも書けますよ。でね、衣装はね、一緒だね。ぬいぐるみと一緒で、サテンのピンクのお洋服になっています。ちょっとこんなちっちゃいね、お手紙も持ってるよね。かわいいね。すごくモフモフです。今回は、サンリオショップとモニグルミパティオで購入した商品をご紹介させていただきました。全部ね、メルちゃんの商品でしたね。なんか最近ね、すごくね、新商品もたくさん出てるので、厳選して買うようにしております。ちょっと少なめだったけど、見てくれてありがとうございます。今日もご視聴していただき、ありがとうございました。